まほちゃんご機嫌だね。だってずっと探してたアナログ版を見つけられたんだもん。来た甲斐あったな。みんなも付き合ってくれてありがとね。まったく、1時間以上探してるんだから。ま、中古のゲーム屋さん見てたからいいけど。探し物が見つかったのならよかったです。しかしそれにしてもここは不思議な場所ですね。レイちゃん、あんまりこういうとこ来ないの？はい、普通の商店街は稀に通ることもありますが、ここは少々、ここ怪しさ抜群よね。普通の店も多いけど、奥の方に行くほどわけわかんない店も多いし。そうですね、率直に言うと大変不思議な場所に思えます。悪い意味ではなく、とても興味深いという意味で。じゃあせっかく来たんだし、ちょっと寄り道して遊んでいこっか。みんな時間あるでしょ？はい。まあ、まずはここよね。巨大中古コミックショップ。コミックショップ漫画屋さん。なんか入り口にいろいろ立ってるよ。へんてこなオブジェもたくさん。あ、これ向こうでも流行ってたアニメのやつだ。これはお店の中に神社のようなものが。一体何なのでしょうか？順調に初心者の洗礼を受けているわね。ここら辺はサブカルの聖地って呼ばれててさ、さっき私が行ったレコード屋もそうだけど、音楽、アニメ、漫画、ファッション、あらゆるジャンルのマニアックなお店が集中してるんだ。聖地、そんな尊い場所だったんですね。お清めとか必要でしょうか？私知らないことばかりで。いや、ここはむしろ。大丈夫よ、なかなか普通の人は知ることないから。そうなのですね。奥が深いです。レイちゃん、こっちにガチャガチャの機械が大量にあるよ。え、リンクさん、今行きます。次どこ連れてこうかしらね。まあメジャーなところは一通りブラッドを巡るか。はしゃいでしまってごめんなさい。あまりにも見たことない世界だったもので。いいのよ、普通の人でもそうだから。あんたなんか特によね。昭和の時代からほとんど変わらないような一角もあるみたいだから楽しいよね。ねえねえ、さっきのお店でよくわかんないぬいぐるみ買っちゃったんだけど、これなんだろう？多分それ、よくわかんないって正解よ。皆さん、今日はありがとうございました。とても勉強になりましたし、何よりすごく面白かったです。そりゃよかった。まあ、めぼしいところは大体見たし、今日のところはこれで引き上げ。ちょっとあんた、何言ってんのよ。ここに来たら、あれでしょ？あれって、ああ、あれのこと？え、例に？やりすぎじゃない？そんなことないわよ、むしろ当然のもてなしよ。ん？わ、わ、わ、皆さん、これは名物でお願いしたら通じたでしょ？それはそうですが、これはあまりにも。ソフトクリームが1、2、3、4、8、8段もあるよ、レイちゃん、かわいい。それが、ここに来たら必ず頼むべき一品、名物8段ソフトよ。そのままだけど、あんたも頼んだことあるの？当然。そして当然後悔したわ。む、何さ。冗談よ、普通に美味しいから食べてみなさい。これ、私の顔の倍くらいの高さがあります。
こんなもの本当に食べられるのでしょうか。結構あっさりしてるから大丈夫よ。どれどれ、一口ちょうだい。ペロッと。あ、ほんとだ、甘すぎなくて食べやすい。本当ですね。しかも8種類もあるのに、どの味も美味しいです。私にも一口ちょうだい。私ももう一口。あ、バカ、一度に行くと。キャー、ソフトクリームが倒れそうです。うわー、ごめん、どうして。真帆ちゃん、え、どうやって。手で。真帆さん、ソフトクリームを手でなんて。じゃあどうやるのさ。真帆ちゃん、下でペロッと。下。真帆さん、お願いします。よし、リンク、左右から。うー、アイスついた。あー、そもそも舌で舐めると体温で溶けるから、スプーン使えっていうの忘れてたわ。ま、いいか。あ、リンクさんも真帆さんもお鼻にアイスが。めちゃんもだよ。まあ楽しそうだし。ブシロードゲームズ。